今日は節分の話。ずいぶん季節外れなネタ来ましたね、これ。今7月にもなろうというのに、2月の話ですよ。節分の話です。何やるんだっけ、節分って。鬼をいじめるみたいな感じのことをやるんですよね。鬼が、失礼しますって、コンコン、鬼です。すいません、失礼しますって、こう、面接会場にだよ、鬼が来るわけじゃん。したら、もういきなり豆をバーンぶつけて、で、たまにあの、豆マシンガンみたいなやつで、ダダダダって打ったりとか、豆クレーモアでバーンってやったりとか、するのが節分ですが、よくあの、軒先に、なんだ、目指しに、ヒイラギの葉っぱだけか。目指しを刺して、で、軒先にこう、吊るしとくと。そうすると、鬼がこう、面接に来た際に、さ、ここ、何これ、こんな会社どう、やめとこうってなるから大丈夫みたいな、鬼に対してひたすら嫌がらせをするっていうのが節分の日です。なぜそんなに鬼を嫌っているのか。鬼は面接会場に来て威圧的な態度を取り、他の面接の人をビビらせ、で、内定を取っていくことで有名なので、まあ、そりゃちょっと嫌われるのもしょうがないんですけど、中にはね、ちゃんとした鬼もいるんで、まず鬼って言って悪いやつだと決めつけないのが大事だと思います。弊社はそのような差別はいたしません。鬼でもちゃんと一度受け入れた上で帰ってくださいってやります。もう少しだけ鬼の内面も見てあげましょう。ではまた。